サッカーにおけるドロップボールドロップボールとはサッカーにおけるプレーの再開方法の一つ。主審がボールをグラウンドに落として再開される。サッカー競技規則では第8条プレーの開始及び再開においてキックオフと並んで規定されている。ボールインプレーの最中に競技規則に規定されていない理由で主審がプレーを停止した場合にドロップボールが行われる。 競技規則に規定されていない理由として以下の例が挙げられる。ドロップボールはプレーが停止された時にボールがあった地点で行われる。ただし、ボールがゴールエリア内にあった時点でプレーが停止された場合は同地点から最も近いゴールラインに平行なゴールエリアのライン上で行われる。ドロップボールにはゴールキーパーを含む両チームすべての出場中のプレイヤーが参加できる。 逆に主審は、ドロップボールに参加する人数やプレイヤー、またドロップした後のプレイを指定できない。従って他の再開方法とは異なり、プレイヤーの位置に関する規定はない。主審がボールをドロップし、最初にグラウンドに触れた時、プレイは再開となる。グラウンドに触れた後は、どのプレイヤーが先にボールに触れても構わない。以下の場合、ドロップボールはやり直しとなる。 ボールがドロップされた後、一人のプレイヤーのみ触れた、ボールがゴールに入った場合、以下の方法でプレーを再開する。かつては、ドロップした後のボールを直接得点することが認められていた。しかし、ドロップボールに参加したチームが、プレーが停止した時点でボールを保持していた相手チームに、ボールを返そうとしたところ、誤ってゴールに入ってしまった、というケースや、 さらには不本意な得点を打ち消す目的で、守備を放棄し相手に得点を与えるケースがあることから、このような事態を未然に防ぐ目的で、2012年7月から規則が改正され、ドロップした後のボールを直接得点することができなくなった。ありがとうございます。